はい、どうも、カッパ院長です。じゃあさっきはね、もうなんかふざけたなんかプーチン大統領、ね、トカゲ型宇宙人説でしたけども、今度はね、一般のロシアの人たちの話、ロシア人アスリートの話かな。なんかウィンブルドン、テニスですかね、出禁になってるんですけども、ロシアとベラルーシだったかな、うん、が、なんかこのウィンブルドン、出場禁止になってるロシア人選手が、まあ、賞金いらないから出させろと、まあ懇願中っていう、そういうお話かな、うん、でまあなんか僕たちは、ね、一般のロシア国民は、ね、善良な人間なんだっていう、そういう主張してるらしいんですけども、これなんか結果言っちゃうと、前も言いましたけどね、もう僕のこの感想というか見解ね、あくまでも僕個人の独断と偏見に基づいたですよ、うん、お前らがそれ言うんじゃねえよっていう話ですよ。前も結構前かな、何回か動画でお伝えしたことあったと思うんですけどもね、うん、なんでお前らロシア、ね、このクソロシア風情が、なんでお前らがね、うん、被害者ずらして、うん、なんかてめえたちのこの希望、願望、要求、文句、不平不満を、ね、平気でこのね、うん、吐き散らかしてんだよって、そこなんですよね、うん、ん？お前らはまずこの戦争中は少なくともね、ひたすらウクライナの人たちに、ね、頭下げ続ける立場だろ、うん、お前らの言い分なんてのはその後の話だよ、うん、え、今現在だって、ね、侵略、うん、進行中だよな、うん、なんで偉そうにというか、ね、なんかこの被害者ずらして、ね、お前らがね、お前らの言い分を、ね、ああでもないこうでもない、ね、その前にまずお前らはただただひたすら戦争中は、ね、侵略進行中なんだから、ひたすらウクライナに頭下げ続ける、そういう立場だろ、うん、何自分は関係ねえみたいなこと言ってんだよこいつって僕は思います。うん、ではちょっと内容見ていきましょうかね。僕らロシア人は善良な人間、やかましいわ、ウィンブルドンからの排除に反対する、なんかこのルブレフ選手っていう人がいるのかな。昨日ウィンブルドンが発表したことについて、何人かの選手と話し合って解決法がないか探った。正直言うと、ウィンブルドンが明らかにした除外する理由に意味がない、倫理的に正しくない、今起きていることは僕らに対する完全な差別だとね、差別じゃねえよ、区別だよ。だからもう結局この徳川の連中ってあれだよね、実際自分たちが言ったことやったことに対して、ね、責任も取らないうちに、ね、きっちりよそに棚上げしておいて、でこの自分たちの希望、願望、要求、要望、文句、不平不満、ね、自分たちが言いたいことを言う、ね、でそれがこう、ね、通らないときは差別だなんだって騒ぐ、なめてんのかと、国際社会を、うん、って僕は思いますけどね、うん、で、ロシア人選手、ベラルーシ人選手の出場を禁止することは何にもならないと、ね、お前たちがそれを決める権利なんかねえぞ、イギリス政府の目的はそういうことではないはず、ウィンブルドンは僕らにプレーしたいかしたくないか選ぶ権利を与えるべきだと思う、もし大会での獲得賞金すべてを人道支援、被害を受けている家族や子どもたちに助ける、子供たちを助けることに寄付すれば、わずかかもしれないけど助けになるんじゃないか、その条件を僕らに提示してくれるなら喜んでサインして出場する、まあ、要は賞金いらないから出させろって言ってるんですよね。もしイギリス政府が平和を望み手助けしたいならそうするべきだ、ね、何を上から目線で偉そうに被害者面しながら、ね、舐めた口聞いてるんですかねこいつは。で、100万ポンド、約1億6000万円寄付されれば、この2ヶ月の中でテニスはそれほど高額の援助をした世界で最初かつ唯一のスポーツになる、ウィンブルドンは称賛され、誰からも敬意を受けるはずだ。これこそがウィンブルドンが考えるべき正しい行動ではないのか、僕らはただプレーしたいだけなんだ、政治的な問題を止めるためにここにいるんじゃない、現在の状況について本当に何も分かってないんだ、僕はロシア人、ロシアで生まれ育ち今もロシアに住んでいる、僕が主張したいのは僕らは善良な人間だということだって言ってるんですけど、これご覧になったあなたはどう思われますこの主張。じゃあそうだな、彼の、まあ、フレーズを借りるんなら、そもそも善良な人間がね、この状況でそんなこと言えねえよ、うん、ね、
いやもう手にすすね、このなんだろうな、政治的な云々じゃなくて、ただプレーしたいだけなんだじゃねえよ。テニスする前にまずお前らの国の、ね、このプーチン政権、ね、プーチン大統領がウクライナに仕掛けてるこの侵略蛮行をやめさせろよ。それやってからだよ、うん、だからそういう意味でしょ、ね、このスポーツの場から、ね、この国際社会の場から、ね、次々排除されてってるのは。だから分かってないんですよね、うん、もうトカーの連中ってどいつもこいつも必ずこうだよね。なんでそうなったのかっていうことをまず考えないじゃないですかね、ね、個人でも企業でも政府でもだそう。だから結局ね、あれはプーチン政権が、プーチン大統領がやってることなんだと、ね、プーチン大統領がロシア軍に命じてやってることなんだから、一般のロシア国民、僕たちは関係ない、私たちは関係ない、ね、そんな話が通るかよって話ですよね、うん、でも彼らはそう考えてるんでしょ、ね、よくこの後に及んでさ、っていうかさ、現在進行形でさっきも言ったけど、ウクライナ侵略中ですよね、うん、こんなセリフがよう吐けるよなと何言ってんだよって話ですよね、うん、だから結局トーカーの連中って必ずこの自己都合、自己弁護、自己正当化、こればっかだよね、うん、その前にまずお前らが一人一人がやることあるんじゃねえのかよって。大丈夫ですね。もう、トカの連中以外はね、うん、一般ロシア国民は善良な人たちで、なんてこと、これっぽっちも考えてないんで、うん。ね、スポーツに政治を持ち込むなとかっていうフレーズよく聞くけどさ、ね、まず侵略止めてから言ってこいって話ですよね。うん。で、例えばね、うん、あの、なんだっけな、あのスケートのさ、ね、あのプルシェンコさんみたいに、もうなんか、もうプーチンさんをこう浸水しきっちゃってるようなさ、ああいう人もいるかと思えば、例えば今回のこのルブレフ選手は、結構この侵略初期から、もう批判、プーチン政権の批判を口にしてる選手だったりはするんですよ。そういう人って、まあ、いるにはいるんですけども、例えばこの両親とかの家族がね、このモスクワにいるにもかかわらず、でまあ、お父さんお母さんたちも、会見で、そのプーチン政権のこの後ろ、ウクライナ侵略を批判する、そういうことが発言できる息子を誇りに思うとか言っていたんで、確かにロシア国民の中にも、ね、プーチン大統領、ね、ウクライナ侵略について、批判の声を、ね、まあ、実際に、ね、行動してこのパクられた人たちも、いるにはいましたよね、うん。で、そのテニスのロシア選手たち、ほぼほぼ全員かな、全員じゃないか、ね、何らかの形でこのウクライナ侵略批判の表明はしてるんですけれども、ね、でもだからってこの、ね、大会に出場させろっていうのとは違いますよね、うん、なんだったらもうね、うん、やっぱりこのクソロシア目線で見てったらさ、疑うよ、大会に出たいがための偽善じゃねえのかって、そこも疑ってくよ、うん、なんだろう、賞金全額寄付しますんで、だからもうあの下りの説明がもうもろね、ただ大会に出たいだけの、そのためだけの偽善だっていうのがもろだと思いますけどもね、うん、でその全額寄付しますんでなんて言われて、ああそうですか、それは立派ですね、素晴らしいですね、なんてなるほどね、世の中甘くねえよっつうんですよね、うん、おお、じゃあどこに寄付するんだよってね、すぐ突っ込み返すぞ、うん。まあ、日本国内の中にもね、やっぱりちょっとお花畑な人はね、あの上海電力さんとか言いそうじゃないですか、ね、そういう、ね、そういう問題を、ね、この政治とスポーツ分けて考えるべき、ね、そこでなんかこうね、うん、あの妥結妥協を図る、これも政治の役目だみたいな、なんかわけのわかんないこと言いそうじゃないですか、うん、まあそれはそうかもしれないです、ね、でもロシアって、ね、国威高揚のためにスポーツを利用してきた国だし、ね、堂々と他国蹂躙している側がね、うん、それを堂々と主張するのは頭おかしいだろ、都合いいどころの話じゃないですよね、うん、でしかも堂々とドーピングも、ね、国策としてやってきたようなやつらでしょ、うん、無理無理、ね、そんな話は通んねえよと、うん、だから前もちょっと言いましたけどね、仮にですよ、ウクライナの人たちが、ね、そんな様子を見て、ロシア側にね、ちょっと同情的なこのコメントを発する、うん、ウクライナの人たちが、まあ、そうプーチンは憎いと、ロシア軍は絶対許せんと、
でもなんかこう一般のロシア国民一人一人全員ね恨む、そんなことはないと。まあロシア国民の中にもね、お友達もいるし、うん、知り合いもいるし、世話になった人もいるしって、ウクライナの人たちがね、一般のロシア国民をなんかこの一定のこの配慮というか、まあ、なんかこの寄り添うこの発言とか行動を取る、だったらわかるんですけどもね、やらかしてる側のこのクソロシアのてめえたちが、うん、お前たちがそれを言う資格はねえよ、うん、まずはロシア国民が、ね、一丸となって、ね、プーチン政権、プーチン大統領、ロシア軍止めてこい、うん、それからだよ、うん、いやそんなことはできないんで、できないじゃねえよ、うん、じゃあ、ね、ただひたすら、ね、戦争終わるまでは最低限、ね、ただひたすらウクライナに頭下げとけよ、ね、自己主張なんてとんでもねえよ、うん、ほんととことんすっとこどっこいだな、クソロシアは、どいつもこいつも、としか僕は思いませんけどもね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。